おはようございます、あつしです。さて皆さん、地球環境で気になることってありますでしょうか。僕はですね、最近叫ばれている絶滅危惧の動物、指定される動物が増えているということですね。やっぱその絶滅危惧種、もしかしたら近い将来シロクマがいなくなってしまうかもしれない。考えられないですよね。やっぱりそこはやっぱりね、絶滅危惧の動物を守るために人間がすべきことっていうのはたくさんあるんじゃないかなと思っております。さて今日はその地球環境について考えながら見ていただけると嬉しいです。それではラブ川崎スタートです。今日も川崎の魅力たっぷりお届けします。今日もよろしくお願いします。プレゼンターはこちらの方です。はい、佐竹あさみです。よろしくお願いします。お願いします。では佐竹さん、テーマお願いします。はい、ということで今回のテーマはこちらです。未来につながれ、川崎の SDGs です。はい、環境問題や貧困、差別など様々な分野における持続可能な開発目標、はい、SDGs 2030年までに達成すべき17のゴールと169のターゲットが掲げられています。具体例何かご存知ですか。あ、それこそ先日ご紹介したユースキンもエシカルに取り組んでいますよね。はい、そうなんですね。身近なところにも SDGs ってあるんですが、はい、国からも SDGs 未来都市に選定されている川崎市では、市内の企業や団体を登録認証する川崎 SDGs パートナー制度を取り入れていまして、はい、その登録団体数なんと3000を超えているということです。3000超えてる。そうなんです。すごい多い数だね。あるんですよね。昨年度からスタートした川崎市で取り組まれている優れた SDGs の活動を表彰する川崎 SDGs 大賞、大賞に選ばれたのがこちらです。いつまでも持続可能なアナウンサー、佐竹あさみです。さあ、やってきたのはこちら、小学校ですか。大賞に選ばれたのは川崎市立平間小学校。校内を覗いてみると、わあ、すごい。何？壁一面にサスティナブル平マップ、うん、児童ができるような目標みたいなのもこう立ててるんですね。生き物や植物を大切にしようだとか、みんなで仲良く協力しようとか。校長室に伺うと、あとここが169ターゲットまで細かく。人生ゲーム懐かしいですね。はい、ね、海外の SDGs のイベントで交流した、こういろんな SDGs を頑張ってる企業さんとか自治体とかで、平間小学校のカードもあるんです。いいね。 SDGs 一色の平間小学校、なぜ力を入れているのか聞いてみると、以前からその商店街と多摩川を学習に取り入れてたんですけれども、うん、SDGs をやるとそれがもっとこう広がる、うん、SDGs アクション、行動が大事だなと。学ぶだけでなく、課題解決に向け行動を起こしている平間小学校。竹を有効活用したものづくりや地域の清掃活動など学年ごとにテーマを決めて SDGs に取り組んでいます。魚が泳いでますよ。多摩川のガサガサ探検隊で多摩川から捕まえてきた魚たちですね。はい、多摩川をきれいに、生き物を大事にしようという思いが芽生えているそう。さらにこんなことまで。平間 SDGs フェスというのを行いまして、はい、なんとフェスまで開催。いろんな企業さんや地域の方が、出前事業をしてくださったり、地域や企業と一緒になって SDGs を広め合うという、はい、この日6年生が SDGs に関する授業を行っていたのですが、一体何をしていると思いますか。ちょっといいかな。はい、あ、はい、今って何をやってるんですか。自分たちが作った笑顔の贈り物っていうところを伝えるために今練習しています。作ったんですか。はい、地域の魅力や地域が SDGs の街であることを伝えようと曲を制作したそうで、さらにすごいのがミュージックビデオまで作ったとのこと。気になる。わあ、すげえ、めちゃくちゃいい映像じゃん。グッとくるね、なんか。
児童の保護者や地域の方も一緒になって制作に当たりました。どんな方々が一緒になって作ったんですか？ドキュメンタリーの映像を作ってるプロの人たちとか、プロのシンガーソングライターの人とか、ギターの演奏者とかの人が携わってくれて、もう平間の街をなんかできるだけ表現して、みんなが見た人とかがとても身近に感じれるような MV が作れたかなと思います。小学校も地域も一緒になって住みやすい街づくりを目指して取り組んでいます。卒業しちゃうけど、でも地域の人たちが小学校の人たちと仲良くしてくれたり、一緒にゴミ拾いしたりするとすごい地域もなんか良くなるし、街も綺麗になるから、ずっと仲良くしていてほしいです。はい、平間小学校の取り組みをご紹介いたしました。なるほどね。さて、この取り組みが目指すゴールなんですが、増田はどれだと思いますか？やはり4番の教育とかどうですか？正解です。4番の質の高い教育の実践。そしてもう一つありまして、11のみんなが住み続けられる街づくり、こちらも目標にして取り組んでいるということなんですね。今回の大賞の受賞理由なんですけれども、こちらが具体的なアクション、そして地域の方々を巻き込んだ活動などが評価されたということなんですね。なるほどね。まあ、自分たちだけじゃなくてね、やっぱり子どもたちがやってると大人たちってやっぱ気づくじゃない。気づけなかったことに気づけるから、これすごい取り組みだと思う。そしてこの知識を持った子どもたちが大人になっていくわけでしょ、地球環境って改善されていくんじゃないかなって頼もしいよね。ですよね。未来は明るいような、そんな気がしますよね。そしてこの取り組みを通じてですね、子どもが自信を持つようになった、そして高学年が自主的に低学年に教えるようなこう場面も見受けられ始めたということなんですよね。教育にも素晴らしいっていうことですね、SDGs はね。そうなんですね。地域と一緒にね。さて続いては川崎 SDGs 大賞特別賞を受賞したこちらご紹介です。川崎 SDGs 大賞の川崎青年会議所賞を受賞したのは未来ある川崎、一体どんな団体なのでしょうか。私たちは子どもたちの未来が より良く なるためにっていうのを、目的としまして、もともと音楽教室を私がやっていまして、こちらの2人はさまざまな社会問題を知ってもらうため活動してきました。どういった活動がこう評価されて受賞したんだと。医療のエコ活動というテーマにして、活動したものが評価されたんですが、医療のエコ活動何やら難しそうなワードが。ドラッグロス、ドラッグラグってご存知ですか？ドラッグロス、ドラッグラグ、スタジオのお二人は聞いたことありますか？わからないですね。わからないです。海外で使われている薬がですね、日本では使うまでに、薬の承認されるまですごく時間がかかることが今社会問題になっておりまして、日本にこう平等な薬が入ってこない、そういうことをドラッグラグ、ドラッグロスって言うんです。特にがんの薬とかは約7割が日本には入ってきてなくて、3割しかがんの治療薬がなかったりするんです。日本の医療ってすごく充実しているような、そんな印象がありましたけれども、そうでもないところもあるんですね。そうなんです。海外の薬が日本で使うことができず、救える命も救えないケースも近年社会問題になっているそうです。平等な医療が受けられなくなってしまうってことを考えると、何かこう行動するきっかけになるかなと思って、今医療のエコ活動を、川崎でやっております。健康的な生活を過ごせるよう、一人一人の心がけが必要。このことを子どもたちに理解してもらうためには、実はこんなものを作りました。絵本ですね。はい、そうなんです。可愛らしい。はい、ポーリーとナーミーの魔法のステッキという、
絵本では健康的に過ごすことや限りある医療資源を大切に使うことなど医療のエコ活動を分かりやすく伝えています。きっと世界中にはずっとずっと魔法のステッキを待っている子がいるはずだから、みんなの元気と笑顔で作った魔法はずっとキラキラ輝いているのでした。めでたしめでたしということで響きますね、はい、音楽絵本ということで読み聞かせも聞くことができます。枝が出ていたのです。これは枝じゃなくてステッキだ。読み聞かせのコンサートも市内の施設で開催、多くの反響を得ました。川崎市内のイベントでも医療のエコ活動の普及啓発活動を行っています。いろんな社会問題あると思うんですけれども、うん、そのことを気づいていって、うん、どんどん自分たちの 声で変わっていったりってことをしていきたいなというふうに思っています。私もいろいろ考えさせられた。音楽で人々をつなげたい SDGs。はい、未来ある川崎ご紹介しました、はい、知らないこともいっぱいあるんですね。そうなんです、ね、ドラッグラグドラッグロス、知らなかったですよ、はい、そして去年の4月に高津市民会で開催したコンサートでは、うんうん、こちらでアンケートを取ったそうなんです、はい、その8割が医療のエコ活動に興味を持ったというそんな結果も出ているということなんです、ね、うん、そしてこの絵本ですね、はい、これと音楽で皆さんに知ってもらおうと、はい、これだって SDGs ってパンって言葉で言われても分かんないじゃないですか、うん、でもこうやって教えていただけるとやっぱね、理解できるんだよ、はい、で何が大切なのかっていうのがすぐ分かるから、これは素晴らしいと思います、うん、そしてね、うん、大人から子供に伝えれるから、はいね、自分の健康を心がけることはもちろんですし、うん、限りある医療資源を大切にということも学びましたよね、そうなんですよね、うん、そのために薬に頼らない生活を心がけましょう、ね、そして、はい、こちらの音楽絵本なんですけれども、うん、今月市内の全幼稚園に寄付されるそうなんですね、ということでこの取り組みが目指すゴール、うん、はい、こちらです、はい、まずは3ですね、この3の全ての人に健康と福祉を、うん、そしてこちらの4、質の高い教育をみんなに、このゴールを目指して取り組んでいるということなんですね、うん、なんかそれぞれのゴールあるかもしれないけど、一つのゴールを目指すんじゃなくって、それぞれなんか広がっていくといいよね、関係性はあるから絶対に、そしてやっぱりアクションを起こすことを、ね、学びました、そのことが大事なんですね、はいはい、佐竹さんありがとうございました。ありがとうございました。続いてはプレゼントです。今回は未来ある川崎から音楽絵本ポーリーとナーミーの魔法のステッキを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は3月9日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。番組ホームページからメールでも受け付けています。たくさんのご応募お待ちしております。待ちしています。本日は未来につながれ川崎の SDGs をお送りしました、はい、子どもたちの未来はまだまだありますからね、はい、その未来をどうする か私たちは、だから大人たちが住みやすいその地球を子どもたちに残してあげなきゃいけないですからね、そうですよね、はい、私たちの少しの心がけで変わりそうですからね、いろいろできることありそうです ね、うん、こう川崎の身近なところから本当です、ね、考えていきたいですね、はい、皆さんもぜひ未来のことを考えてみてください、はい、ではラブ川崎、また来週です、はい。